ミュージック GO!GO! なれんな、相変わらずなれないですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回みーちゃんね、はい、そうですね、みーちゃんも1回だけ、ね、以前の動画で出てたんですけど、はい、新しいメンバーです、はい、ミルクって言います、はい、よろしくお願いします。あ、大きくなりましたね。ってかなったっけ。あの、はい、まあ、毎日どうか分からんけどまだね、はい、このぐらいで追ってくれば一番いいんじゃない。やんちゃな、はい、メスなんですよ、やんちゃなんですよ、うん、まあ、元気でいいですよね。元気なみーちゃん。はい、ということで、はい、ミュージック午後、はい、まあ、ヨニ君忙しいってことで、そうですね、池田君の番、はい、ね、有名ですよね。超有名です。もののけ姫、もののけ姫、映画も大好きで僕、はい、何回も見ましたね。 そうですね、僕も何回も、うん、あの見させていただいて、うん、はい、子供にしたら結構怖い場面があるって。そうですね、ちょっとあったよね、はい、はい、うん、やっぱ久石譲っていうのがね、久石譲さん天才やよね。だと思います、本当に、ね、まあ、あの方 の, なんかその メロディーっていうか、うんうん、あの聞くとやっぱなんか分かりますもんね、うん、で、うん、特に映画もあるから、うん、その情景も思い浮かべるし、はい、浮かべれるし、うん、はい、いいよね、はい、切ない、切なくもなるしね。そうなんです本当に、ね、切ない場面も思い浮かんだら、そうですね、あの時の場面やなって、はい、切なくなるよね。あ、本当そうですよね。ね、うん、ということで今回、はい、井田君、まあ、新品ということで、そうですね新品ということで、はい、で例のまあメラさん、メラさんですか。メラさんですね。メラさんいきますか。メラさんですね、はい、うん、まあ、日本でアップできるかな。あ、そうですね、ちょっとわからないんですけど、まあまあ、まあ、ちょっと、まあ、とりあえずあの一緒に聞いてもらえればあれですね、はい、はい、ということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、聞いていただきました、もののけ姫、はい、いいよね。いいですね、もうそれしか、まあ、うん、言葉出てこないですよね。今回あのスピーカーが一応クリップシュオンということで、はい、あとアンプロイは、まあ、いつものリファレンスの、そうですね、はいはい、マッキンとあれなんですけど、はい、やっぱりいいよね。いや、こんな苦手やからなんかあれやけど、そうですね、まあなんか、まあ、あんま語ることっていうか、まあ、そうやね、なんかもう本当に素晴らしいんで、まあまあ、もうなんか下手に言えば言うほどなんかあれかなっていう感じで、もうそうやね、本当にこれ、こういう動画上がっとるかはね、分かんないですけど、一応レコードで、はい、そうですね、レコードで、はい、まあ、珍しいクリップショーンでっていうことで、はい、まあね、はい、皆さんに、まあ、スマホの音源ですけど、そうですね、まあ、届けたら、はい、ね、届けれたらいいかなということで、聞いていただければあれですよね。やっぱレコード面白いよね。そうですね、まあ、すごくあの、うん、手間も時間もかかってあれなんですけど、うんうん、やっぱりこれ前もちょっとお話しさせてもらったと思うんですけど、うんうん、まあ、なんかそのレコードってやっぱり一曲一曲なんか大事に、うん、そうね、聞くというか、う、ね、まあ、CD とかあのストリーミングとかあんなものも僕素晴らしいと思うんですけど、うんうん、レコードはなんか本当に一曲一曲本当に大事に聞くっていうところがやっぱりちょっとあれなのかなっていうか、うんうんうん、ほっとけんからね、終わったら、そうなんですよ、ちゃんとあの操作してあげないとあれなんで、そうそう、聞くときはやっぱじっくりね、そうです、はい、聞く感じでいいですよね、はい、あの針先のなんていうか、うん、そのクリーニングだったり、うん、盤のメンテナンスだったり、やっぱり、うんうん、ただ聞けないですからね、うんうんうん、あの本当に、まあ、手間かかるんですけど、うんうんうん、なんかいいと思います、アナログは、ね、うん、みーちゃんどうやった。みーちゃんどうでした。よかったね、みーちゃん、みーちゃんよかったね、ね。ということで、はい、今回あんまり喋ることもないんで、そうですね、まあ本当に、まあ、有名な曲で、もう、なんというか、まあ、だいぶこれ何年も前の、まあ、これメラさんの曲も全部作曲なんかね、どうなんですかね、まあ、これになるんですけどね、うん、
そこをちょっとあのね、なんとそうですね、うん、音楽久石、音楽やっぱ音楽作ったんやろね、久石譲さんがね、うん、全部ね、はい、うん、まあ本当、まあ本当にもう素晴らしいとしか言いようがないっていうかあれなんですけど、うん、うん、すごいよね、すごいですよ、本当は、うん、本当のこと言うとこれ全部あのここにこんだけ曲は入ってるんですけど、うん、あのかけたいんですけどね、うん、丸々1枚っていうか、うん、でもなかなかそれはあれなんで、まあ、うん、ちょっとその代表的な曲をまあ聴いていただいたんですけど、うんうん、まあ、こんな感じですね、そうですね、うん、まあ本当にあの素晴らしいです、ね、よかったね、みーちゃん ね、 よかったね、音楽ってでも本当にいいなと思いますね、うん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 、なんかやっぱり思い出、そうです、昔のあれが情景も思い浮かんだり、はい、本当に豊川さんが言うように、うん、あの音楽を聴いてなんかそのシーンだったり、うんうん、その昔思い出したり、 僕ちょうどこれあの公開された時ってあの小学生の時だったんですよね、なんでそういうこともやっぱ思い出しますし、切なくもなる、ね、切なくもなりますし、ナウシカとかのあれも切なくなるよね、まあ、なんかその ジブリってなんか結構そうですよね、うんうん、あの映像も素晴らしいんですけど、やっぱ音楽の力もすごくなんかまあ、あの関係してるなってことで、そうそうそう、あの本当こういうサウンドトラックとか聞くとやっぱ本当シーン思い出しますから、うんうんうん、っていうか映像流れますから、うんうんうん、本当にすごいもんだなと思いますよね、みーちゃん、わかる？はい、うん、まあ、ということで、はい、そうですね、まあ、米さんみたいにうまいこと説明はできないんですけど、全然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 俺もできんから次僕の曲やりますから、はい、そうですね、また、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、もののけ姫、久石譲さんの、はい、メラさんのボーカルでお届けしました、はいはいはい、ということで、はい、また、まあ、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました、また次回の動画でお会いしましょう、チャオ。